はい、っていう形でですね、現役の世界チャンピオンね、モハメド・アリ対、アントニオ猪木さんの試合、はい、でこれがこう、まあ、そういう、ね、ルールの部分での流れなのか、まあ、そういうアリキックと言われるようなね、うん、スライディングでして足を蹴るというようなことを、まあ、アリキックというような言い方、うん、これあのウィキペディアとかにもアリキックっていうのを調べたらアリキックっていう詳細が出てきますんでね、そういうような形でこう認知されてるわけで、用語として、うん、はい、はい、そしてそのと付随してですね、まあ、要は立ってるアリと寝てる猪木さん、これを形容してこの状態、膠着状態、ね、立った人と、まあ、打撃の得意な人が立ってる、そして、寝技とかが得意な人が寝転んでるという状態を、これもあそういう多分ウィキペディアと言ってます、要は猪木アリ状態、よくねこれあの、まあ、最近はないですけど当時 の, そのプライドとかそういう総合格闘の試合で、うん、やっぱりそういう展開はあったんですよ、うん、そういうふうにこうストライカー打撃が得意な人は立っている、うん、で柔術とか寝技が得意な人は寝転んでる、うん、どっちが、ね、主導権握るんやみたいな、ね、寝技の人は、ね、寝転んでこいこいこいやし、うん、あの打撃の人は立ってこいこいこいやし、うん、まあ、この状態を猪木あり状態が続いておりますみたいな、ね、うん、そういうような実況も入るぐらい、もうその時、カモンカモン言うて、そうそうそう、ね、そういうような状態でこれをまあ一つこのアリキックと同じようにこの猪木あり状態に形容されるわけですね、この一つの言葉のワードが。で、実はですねこの正義の一戦と銘打たれた試合は正義の凡戦に変わるわけですね。これは何でかというとずっとその状態が3分15ラウンドフルラウンドでほぼこの状態と、うん、もう見てる 客さんとしてはもうちょっとどちらけ、うん、そうなんですよね、ですわね、そういうような形でちょっとこのね、当時 の, その、ね、どういう状況で、これも多分おそらくテレビ中継されたと思います、うん、それをどういうふうな感覚でみんな見てたのかというようなことは分かりませんけど、まあ、結果的に正義の一戦が正義の凡戦に変わってしまったと、うん、だけれども、そしてね、これで猪木さんというのはね、多額の借金を背負うわけですよ、うん、やっぱりモハメド・アリをリングに上げる、試合するということで、やっぱりそんだけのお金がかかりますし、うん、ただ、そのモハメド・アリと戦ったことによって、やっぱりアントニオ猪木という名前はね、まあ、世界に知れ渡るという部分もあったわけです、まあ、知れ渡ったことによって新日本プロレスはそういう海外の興行もできますし、そして何よりねこのモハメド・アリと戦ったということで猪木さんといえばやはり入場曲、うん、ね、猪木ボンアイエル、はい、ね、炎のファイター、ね、この曲っていうのは実はモハメド・アリから送られた曲なんです。へえ、それは初めて知りましたね。実はこの、猪木ボンアイエルというのはアリ・ボマイエっていうのね、これボマイエっていうのはリンガの語っていうのかな、アフリカの言葉で、まあ、やっちまえみたいな言葉なんですけれども、この一戦があったことによって、実はアリは自伝映画っていうのをその前に作ってまして、はい、映画があったんですよ。で、その映画の中に BGM としてこのアリ・ボマイエという曲があったのかな。で、それをこの戦った、それが戦った記念品として、アントニオ猪木さんにこの曲をプレゼントするわけですよ。で、出来上がったのが猪木ボマイエ。炎のファイターですよね。もうやはりね、アントニオ猪木さんって言ったらこの入場でね、入場してくる、うん、もうこれで来た来た来たってことですよ、はい、やはりプロレスラーの人のすごいのはこの入場シーン、この入場シーンでこの曲が流れて、ああこの人が来るっていうようなね、やっぱりこの試合の中でのこの見せ方っていうのはやっぱり、ね、この他の格闘家の人たちもやっぱプロレスラーの人はそうですよね、はい、その走りですよ猪木さん、この猪木さんのこのね、でーって流れてくるこの曲っていうのはもう猪木さんの名刺ですよ、その曲流れたらもう、そう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 、猪木としか、そうそう、要はこの一戦があったからこそこの曲がで入場するということが生まれて、ね、そしてやっぱり猪木さんの所作がすごいですよね、こう入場してきてね、ここが赤いガンを着てこのねタオルも巻いてるんでコールされるが、アントニオ猪木って言ってもこうもうそのセリフのタイミングと同じようにこうガンをバッと抜いてね、この所作一つ一つがアントニオ猪木さんのかっこよかった、かっこよかったね、でこのアリとの一戦があったからこそこのね入場曲、炎のファイターですか、はい、これが生まれたというようなこともあったんですね、はい、まあ借金を背負いましたけれども、そういうような形で、自分のねテーマソング、テーマ曲っていうのは猪木さんといえばこの曲しかない、試合内容はあれやったけども、うん、まあ友情は芽生えた、まあ、友情、まあ、交流もありましたし、はい、まああのね2人の友情もありましたし、まあ、この一戦があったことによってこうやってね僕が生まれる前にあったようなことが、まあ、こうやってね、まあ、あのいろいろね語り継がれるような部分というようなものがありますし、一つの歴史としてね覚えたことがありました、はい、では以上です、また次回ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。